木製の洗濯バサミ。紐に留めている木製の洗濯バサミ。物干し紐に留めている木製の洗濯バサミ。プラスチック製の洗濯バサミ。洗濯バサミとは、洗濯物や布団などを干す場合に落下しないよう、挟んで留める留め具。一般的にはレバーを押さえることによって、留め具の部分が開き、手を離すと固定される仕組みとなっている。なお、 英語で布を挟む道具は、クロスピンや C47、クローズペック、あるいは単純にペグなどと呼ばれる。広い意味での布挟みと呼ばれる道具は、西欧で近世までには考案されていたと言われており、19世紀初頭までに、家庭に広く普及した。ただし、初期のこれらの道具は、木の棒の先端部分を布が挟めるよう裂いただけのものであった。 19世紀から20世紀にかけて木製のバネ付きの洗濯バサミが登場した。20世紀後半になると本体にプラスチックを利用したものが普及した。なお、日本へ洗濯バサミが伝来したのは明治時代のことである。ヨーロッパでは質感が重視され、今も木製やステンレス製のものが好まれ、それらが主流である。日本では昭和初期は、 木製や薄いアルミ製のものが多かった。アルミ製のものは長年使うことができた。高度成長期になると洗濯バサミもプラスチック製が増え、二つのプラスチック部位をねじり、コイルバネで組み合わせたものがほとんどとなった。なお、バネの形状が C の字型のものは機械による量産が困難で、一つ一つで作業で作られていた。だが、 プラスチックの安っぽさを嫌う女性や、プラスチック製は屋外で日光にさらされると数ヶ月から一年弱ほどで、劣化してしまい割れてしまったり、おまけに割れる以前から劣化で、視覚的にも非常にみすぼらしくなることもあり、それらの欠点を嫌う女性も多いので、平成頃からは質感が良く、西洋風の雰囲気が漂う木製やステンレス製のものが見直され、それらの販売割合が増えている。 女性が好むおしゃれな洋風生活雑貨を扱う、店では輸入の木製の洗濯バサミが置かれ、生活用品にもこだわる多くの女性によって好んで購入され、近年ではダイソーなどの100均でもプラスチック製と並びステンレス製も販売されている。洗濯バサミは主に洗濯物を乾燥させるために、紐や物干し竿などにかけるとき、かけた洗濯物を落ちないように固定するために使われ、 様々なデザインや色彩のものがある。布団など大型のものを固定する場合には、通常の洗濯バサミでは固定できないので、布団バサミなど専用の留め具を用いる。ありがとうございます。